では早速、今日はですね西岡勉さんがいらしていますので、西岡さんが書かれている今週の直言という国家基本問題研究所の文章をご紹介していきたいと思います。西岡さんは10月の21日発信の記事で、北朝鮮軍のウクライナ参戦の実態と題し、こうした記事を書かれています。最初の部分だけ私から読ませていただきます。北朝鮮軍がロシアによるウクライナ侵略戦争に参戦していることが、ウクライナと韓国の両国政府によって確認された。ウクライナのゼレンスキー大統領は10月17日、ロシア軍は1万人の北朝鮮兵士を動員する準備を進めていると発言した。ウクライナ文化情報省傘下の戦略コミュニケーション情報安全保障センターは18日、北朝鮮兵がロシア極東の訓練場で装備品を受け取っているとする動画を公開した。韓国の国家情報院は同日、北朝鮮が11軍団所属の特殊部隊約1万2000人の派兵を決め、約1500人が8日から13日、ロシア海軍の輸送艦でロシア極東のウラジオストクに移送されたと公表したということで、日本はですね、衆院選が起こっている中、裏ではこんなことが起こっていたということを、私もこの記事を読んで驚いたんですが、西岡先生、解説をお願いします。書いてある通り、北朝鮮の兵士がですね、ロシア領に入って軍服とかもらってるところの映像まで出てきたので、当初は北もロシアも否定してたんですけれども、これは間違いない、ということです。で、もう前線に、送られつつあってですね、でどこに送られるかというと、ウクライナがロシア領に入り込んで一部地域を占領してますね、クルスク州と言いましたっけ、そこの戦闘に、投入されるのではないかというふうに今言われてるんですね。ただその映像なんか見るとですね、表向きは特殊部隊だと、11軍団所属の特殊部隊だと言われてるんですけども、よく見るとですね、身長も低いし、あまり体格も良くないんですね。でなおかつ、そのウクライナの戦争っていうのは特殊部隊が活躍できるような戦争じゃないんですよね。平地の戦争で、で重火器を持ってお互いに砲を撃ち合ってるわけですね。で特殊部隊といっても、まずは、パラシュートで敵の後ろに落ちて撹乱するとか、あるいは山岳地帯を山から降りてって敵を撹乱する、だから体力があるっていうのはそういう部隊なんですけども、この平地に行っても逆に戦車とかそういうものないですから、殺されるんではないかと。確かに特殊部隊の能力を発揮にしにくい地形ですよね。で今ですね、ロシア軍が1日に1000人とか1200人ぐらい戦死してるって言われてるんですね。でそのいう状況の中でだんだん兵が足りなくなってきてると、去年から、あるいは一昨年の、開戦の直後からですね、プーチンは金正恩に派兵を求めていたのですけれども、金正恩は断ってきたと。去年の7月にはシェイグ当時の国防大臣が平壌を訪れて、北朝鮮の朝鮮戦争戦勝記念日、勝ってはいないんだけど彼らは戦勝って言ってるんですけども、そこでプーチンのメッセージを持ってきてですね、プーチンは初めて公式に朝鮮戦争の時ソ連軍が参戦したと認めたんですね。ここでアフィルさんと話を しましたけども、あの時俺たちやったんだから今度お前たちやってくれよという圧力だったわけです。でも金正恩は断って砲弾を出したんです。ところがその砲弾が不発だらけで、もう古いやつをまた出したわけですね。で不良品ばっかり、不良品ですね。不発ならまだいいんですけれども、
方針に入れたらそこで爆発してしまって事故なども起こっちゃったんですね。ロシア兵が死傷するというような、本当に危ないことがたくさん起きて、とんでもない。今もうロシアの兵士たちは北の砲弾使うの嫌がるわけです。うん、そりゃそうですよね。だったら人をよこせって、そういうことになって、まあ、6月にプーチンが平壌行った時、パートナーシップ条約のようなものを結んで、実はその時もですね、もうプーチン砲弾が不良品が多いんで怒っててですね、1月に平壌に行くと言ってたのに来なかったわけです。去年の11月に金正恩がロシアに行った時はプーチンは待ってたんです、あの遅刻魔の男が待ってたところが、6月に行ったらですね、夜の10時ぐらいに飛行場に着くことになったのに夜中の2時頃着いたわけです。金正恩ずっと待たせてたんですよ。4時間も。それで一泊しないでそのままその日のうちに帰っちゃったんです。国賓なのに。はあ。でもそれでも来てもらったのは5月の段階で1500人の工兵部隊を出してたと、戦闘には出さない、私服を着せていく、だけど塹壕とか掘らせるとやってた。それでプーチンが帰った後7月ぐらいにもあと1500人ぐらい、だから3000人ぐらいも入ってたんですが、で第3陣として5000人ぐらい準備していると。で年末までに1万人とか言われてたんですが、どうもそのうちに、プーチンとの間の話で戦闘部隊入れてくれということになったようです。で北朝鮮では戦闘をさせると逃げるんじゃないかという警戒心があってですね、なかなか やらなかったんですが、でも本当に今外貨がないんですね。で砲弾を買ってくれなくなったので、それは買わないですよね。不発だからしょうがないと、まあ、傭兵ですね、1人当たり月給、1500ドルから2000ドルぐらいなんだそうです。でそれのほとんどは金正恩が取るわけです。そうですね。そして死んだらまた保証金が出るようなんですね。だから金正恩からすると死んでもらった方がいいのかもしれないというぐらい口べらしにもなるし、まあそういう戦闘に投入するということなんですね。でそうだとすると、まあ行ってみてね、当初はどこに行くかよく分からない、どんな戦闘かも分からないで行きますけれども、目の前でどんどん砲弾が飛んできて抵抗することもできない、銃しか持ってないわけですから、いくら足が速くて山を早く歩けても砲弾はとかドローンが飛んできて爆弾落とすわけですから、ろくに食事も取らせてもらってないんでしょ、まあそれはそういう話がありましたけど、でも全面的に部隊を出したら北朝鮮にいるよりはいいもん食わせると思いますけど、まだマシ。そう、それはだから喜ぶかもしれませんけど、でも目の前の死ぬ人が出てきたら逃げるんじゃないかと。だから私の聞いてるのでは、査察組っていうんですけど、漢字で書いた組って書くんですけど、査察層が一緒に行ってると。逃げたやつを後ろから撃つと。それからこれは最新情報ですけども、北から内部につながる筋から、まあ、今回ソウル行ってこの話取材してきたんですけども、人民軍の創設局がウクライナに派兵される兵士に対して党と資料のために死ぬことを栄光と考えろという秘密指示文を伝えたという情報があります。だから死ぬことを想定してるわけです。まあしかしこれがもしかしたら金正恩のアキレス腱になるかもしれないと。何千人の部隊が逃げて、そしてウクライナで温かい食べ物をもらって韓国に来ると。で記者会見したら、これは相当のダメージですよね。脱北兵ということですね。で韓国のですね、脱北者の元軍人たちが俺たちをウクライナに派遣してくれと、心理戦やりたいと、マイクを取って北の皆さんと、韓国に来たら俺も軍人だったんだと、いい待遇受けてるぞとかってやりたいと。確かにそれはアキレス腱になりますね。でウクライナ軍はすでに朝鮮語のビラ撒いたりしてるというので、う、まあ、これちょっと目を離せない状況ですね。ウクライナが画像も作って、温かい食事と、そう休憩を保障するみたいなね、
北朝鮮にいるよりまだマシ、うん、でもまあ命は、ね、保証されますよ、ね、だから命ですよ、まずはまず生きないといけないですから、だからまあ査察層がいますけど、うん、そいつさまず殺してそいつをねそれからだって実弾もらうわけですからね、戦闘に出るってことはね、そこまでの状況になってたんです ね、うん、もうね、実際にそれで本当にたくさんの兵士が逃げ出してしまうという状況になれば、またそれは北朝鮮にとっての打撃になりますよね。そうですね、うん、いやなんかやっぱり日本だとこうしたことが衆院選の報道ばっかりで、うん、その裏側でこういうことが起こっていたっていうのはですね、やはり驚きのニュースであります、うん、そしてですね、西岡先生にはもう一つお話をお聞きしたいと思っているんですが、はい、今度は拉致問題についてお話を聞きたいと思います、同じく国家基本問題研究所の中で西岡先生が北に連絡事務所に反対する理由と題しまして文章を書かれています、最初の冒頭のところだけ私が読ませていただきます。北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの弟の横田拓也さんが会長を務める家族会と私が会長を務める救う会は、石破首相が自民党総裁選で主張した平壌と東京に連絡事務所を設置する案に反対してきた。その理由は一つ目、北朝鮮は拉致被害者を含む全住民に公民証を持たせ厳しく管理しているので、新たに調査をするということ自体が時間稼ぎに過ぎない。二つ目、北朝鮮では大使館を持つ国の外交官にも厳しい行動制限があるから、連絡事務所を作っても日本側が拉致被害者に近づくことは不可能などであるという冒頭で、いろいろのですね、首相が理解を求めたは不正解、また懸念材料は日朝の国の国交の促進派の登用などなど、記事を書かれているので、ぜひ西岡さん解説をお願いします。石破さんは6年前の安倍さんと争った総裁選挙の時から、はい、この連絡事務所を置くという公約を掲げたんですね。で、その理由は、まあ、北朝鮮から出してきた情報を検証しなくちゃいけないというようなことも言っていたわけです。で、この連絡事務所っていうのは誰が言い始めたかって調べてみると、その6年前に、日朝国交推進議員連盟っていうのがあるんですが、そこの総会で田中欽元外務省の審議官が講演して言ってるわけですね、うん、でその案を、まあ、採用した。その講演、石破さんも日朝議連の会員だと思いますけれども、で聞いていたということなんですけれども、で、前回岸田さんが当選した総裁選挙に出なかったので、今回出て、まあ、古い公約をそのまま言っていたということで、我々は繰り返し反対だと言ったわけです、まあ、理由は今読んでくださった通りです、うん、例えば、まあ、帰ってきた曽我ひとみさんに聞いてみたら公民証持ってたというわけです。それで毎週そりゃそうでしょうね、毎週どういう、あ、それそれこそね、公民証持ってるから平壌の、住民の20万人の、人的情報が USB に入っててですね、それは売りに出たんで私買ったんですけど、さあ曽我ひとみって引ったら出てくるんですよ。だって一番管理される人たちですから、ね、そうそう、だから曽我ひとみさんは一時帰国で、日本に来ただけで、本籍はまだ平壌だと北朝鮮ではそうなってるんです、うん、で蓮池さんたちも そうなんですね。で毎週土曜日に全ての北朝鮮住民が、まあ、原則的には金正恩も含めてですね、うん、党員だったら党の細胞、うん、それから党員じゃない人は職場、うん、で職場がない人は住宅の隣組のような組織で、仕事休んで、はい、午前中3時間ぐらい、この1週間の自分の活動が首領様の教えに沿っていたかどうか、うん、自己批判し相互批判するんです。それを生活総和って言うんですね。生活総和、まあ、関君は総括って言いましたけど、うん、彼らは総和って言うんですけど、うん、いや、それ全員がやるんです。週1回週1回毎週毎週
全員が全国民がすごい。でその結果が党の組織指導部ってところに上がっていくわけです。あ、じゃあそれ議事録みたいのと、でだから蓮池さんたちもやってたと、で やり方として、はい、少し悪いけれども処罰されないぐらいの悪いことを準備しといて自分の自己不安で言うと、相手にも傷つけないけど言わなくちゃいけないからやるというのを覚えたというようなことを本に書いてますけれども、それを全員がやるんです。だから日本みたいに行方不明者がいて調べなくちゃいけないとかそんなことないんです。先週彼らが何を言ったか分かってるわけです。そういう現状があるってことは外務省は把握してないってことですか。把握してるっていうことを認めたくないのか。いやだからその死んだっていうことを前提に北朝鮮が出してきた情報をあたかも調査してるかのように思わせたいっていうね、政治的意図があって分かってて、国民を騙そうとして言ってる人と分からないで言ってる人と2種類あるんじゃないかと思いますけどね。で、うん、いやそう生活とかね、脱北者の YouTube で自分で言ってましたよ。だから韓国でもみんな知らないから脱北者の人たちが韓国回ってですね、こうやるんですって言って演劇みたいにしてそうなんですか。やってたりしてるのを見たことありますけども、そうはって、うん、やっぱり自分の発言によっては、うん、自分が不利な立場になったり、でもお互いやらなくちゃいけないから事前に握っててね、ちょっと今回は寝坊してしまったとか、今週はいやもっと真面目に、労働新聞を読むべきだったけども少し気を許してしまったとかね、政治犯にはならない程度の反省をするっていう、やっぱり自分のこの自分を褒めるんじゃなく自分の悪いところを言わなきゃいけないっていう回なんです。自己批判、総合批判ですから。でも誰か一人いじめようと思ったらみんなで職場でこいつこうだったっていう吊るし上げみたいなことが起きる。じゃあほどほどに悪い話を準備しなくちゃいけないと、まあそういうことを全員やってるんです。で、まあ、石破さんも自民党の総裁に当選した後言わなくなりました。で多分首相になって特にそうですけど拉致対策本部なりのブリーフィングを受けるんだと思うんですね。で岸田政権はすでに連絡事務所のための秘密交渉ではなくて首脳会談のための秘密交渉やってましたから、だからその記録を見ればね、今更連絡事務所のためにまた交渉やれって話をしてもしょうがないじゃないかと思ったから言わなくなったなら良かったなと思うと。ただ我々が反対してるから選挙中は言うのやめとこうと思ったのか、まあよく分かりませんけれども、私たちに電話を就任した後電話もらった時も言わなかったし、それから施政方針演説でも言わなかったし面会の時も言いませんでした。逆に首脳会談を言いました。そして拉致は主権侵害だと強く言いました。時間的制約という岸田政権が積極的に言ったフレーズも使いました。だから今のところ変なこと言ってないなとい あの平成14年4月に私が拉致議連会長に石破さんがついた時にインタビューしたんですけど、その時から主権侵害と言ってたんです。そうですね。で私はそのことをですね、石破さんに会った時に、いや石破先生は初代の拉致議連会長で2002年9月17日横田早紀江さんが、いやめぐみは生きてますって言った記者会見の時そこに座ってましたよね。早紀江さんも隣に座ってました。茂さんの隣に座ってたんですね。で茂さんか、茂さんの隣に座ってて早紀江さんは後ろからマイク取ったんですけど、私それを会見仕切ってましたから、よく覚えてるんですが、ただいや私の政治家としての原点ですと言ってましたから、まあ、あそこであの場にいた記者たちも泣いてましたからね。そのことで裏切ることはないんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、懸念事項は先ほどちょっとおっしゃってくださいましたけども、日朝国交推進議員連盟の幹部が、外務大臣と防衛大臣をやってるっていうことですね。ただし、まあ、いわゆる外務大臣も連絡事務所は一つの案であってこれをやるって意味ではないっていうふうに言ってますので、まあ、無理して我々を敵に回すようなことをやらないんじゃないかなと期待してますけどね。まあ、でもギリギリまでやる気だったんでしょうね。総裁選であそこまで言ったわけで。だから、まあ、軽いんですよね。安倍さんに反対する論理は何か田中議員が言ったことだって言ってそれ飛びついたんじゃないですか。本当に党内野党のお立場だったからそういう情報に接することもなかったかもしれない。そうそうそう。
ん、で自分が政権取ると本当に思ってなかったから、うん、だから今政権取ったら全部ねアジア版 NATO とかなんかみんな全部下ろしたじゃないですか。で自分が考えたことは実は古かったと、うんうん、本当に恐ろしい状況ですね。あの西岡さんがいらっしゃるときはこうした北朝鮮のスクープ情報をお伝えいただいているんですけども、まだですね日本の中で多くの国民が知らない情報をこれからもいろいろ教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。では続いてはアメリカ大統領選挙の情報を見ていきましょう。11番の記事です。ニューヨークタイムズの電子版は大統領選の世論調査の結果を公表し、全米支持率は民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領がそれぞれ 48% で横一線となりました。 CNN テレビが25日に発表した調査結果も両候補が 47% で並んでいるということです。大統領選が間近に迫ってきまして、畔蒜さんどうこの記事を見ますでしょうか。いやまあこれは何とも言えないですね正直。ただあの激戦区でトランプさんの方が7区で優勢だというふうに報道もありますから、うん、まあ、結局トランプさんが勝つ確率の方が高いんじゃないかなとは思ってますね。もうカマラ・ハリスさんはだんだん中身がないことが周知されてきて、はい、あの実際何一つやってないというふうに言われてますからね。はい、そうですね。西岡さんどうでしょうか。カマラ・ハリスさんはトランプになったら大変だって言うんですけど、でも自分は今副大統領で、はい、本来だったらバイデン政権の4年間こんなことやりましたと、うん、って言わなくちゃいけないのにそれ言わないんですよね、はい、大変だとしか言わないですからね。ないから言えない。そうそう、な、ないからだって今アメリカひどいことになってますよって質問されたら、確かにそうだ、だからトランプが出てきたんだって言ってるのが、ひどいことになってる責任者はあなたでしょっていう、この4年間どうなんだったんだっていうね、フォックステレビの、ね、インタビューでそういうことがありました。だから最初、まあ、民主党の中ではトランプ嫌いが多いからトランプ批判すると受けるっていうことでやったのかもしれませんけど、少し選挙戦が長くなってきたら、じゃあ不法移民が多いのは誰のせいだと、ハリスさんが不法移民問題の責任者だったのに何もしてなかったじゃないか、うん、そして、まあ、島田芳さんに言わせるとやっぱり経済だと、うん、経済が悪い、物価がもう高騰していると、そういう状況の責任者はバイデン・ハリス政権だということで、その接戦州では今は全部僅差ですけども、トランプ大統領が上ですから、アメリカは総数で票の総数で争いませんからね、はい、州ごとに争いますから、だからこれ支持率が拮抗したということよりもスイングステートの結果が、うん、左右するんですけど、そこではトランプが上だということですから、まあ、トランプの可能性高まってるんじゃないですかね。そうですね。長尾さんどうでしょうか。世論調査とね、うん、結果は違うんで、うん、もう11月5日トランプ再選していただいて、で日本にねもっともっと厳しい要求をね突きつけてほしいと思いますよ、本当に日本それでいいのかと、もう本当のしんどいですけど、そのぐらい厳しいことを米国大統領から突きつけてもらって、日本ちょっと本当に考えなきゃいけないで、まあ、いいきっかけにするっていうとちょっと軽く聞こえるかもしれませんけども、うん、まあ、トランプ旋風でね、うん、もう日本も少年を据えていくというようなイメージを持って明日を生きていきま す, そうです、ね、拉致問題はね、トランプ政権だったらチャンスが来ると思います。そうですね。そうですよね。ハノイでの米朝首脳会談でトランプ大統領は1対1の手立てと言われる会談で日本人拉致問題に出したんですね、うん、だから金正恩は他の話題に逃げたと。その後少人数の夕食会でも出した。そしたらこれは産経新聞の報道ですけれども、日朝の間に拉致問題があることを認めて安倍に会ってもいいと言ったと、うん、で私菅政権の時に政権の中枢の人に聞いたんですけれども、ハノイの直前にアメリカ政府トランプ政権の中枢から日本政府に対して、うん、日朝国交正常化になったらいくら金出せるんだと、あ、なるほど、問い合わせがあったと。トランプは核やめろと、うん、やめたら豊かな国になるぞ、しかしアメリカは支援しないぞと言ってたわけです、うん、じゃあ
どうやって豊かな国なんですか、心臓が出すと言ってると、うん、国交正常化の後出すと言ってると、うん、しかし心臓は口を開いたら拉致を言うんだと、うん、だから拉致で心臓と会えと言って会うと言ったんです、うんうん、でも核問題で物別れになっちゃった、うん、でその理由は韓村と言われる平壌の南にある濃縮ウラニウム製造工場を金正恩は隠して、うん、そこにはないと言ったからトランプはそこもあるだろうということで揉めてトランプが帰っちゃったんです、うん、で今年の9月その韓村と思われる施設をわざわざ金正恩が行ってその写真を公開したんです、うん、トランプにあの時隠したけど実はごめんごめんとあったんだとあんたが出てきたらこれまでもう廃棄するぞと、というメッセージまで出していると。だから安倍さん亡き状況で、まあ、その時誰が日本の総理大臣なのか流動的ですけど、その総理大臣がトランプにもう一度同じことを言わせることができるかどうか、拉致問題が動かなくてもトランプは日本に金出すって言ってくるかもしれないと、うん、アメリカファーストですから、いやダメだと、絶対拉致が動かなきゃ加算に出さないぞと、しかし一緒にやって核が一定程度解決するして拉致も解決するなら平壌宣言に基づいて国交正常化するぞと言える、うん、自分の頭で考えてトランプもこちらのために使い切れる総理大臣がいたら、うんうん、来年の前半拉致被害者帰ってくるかもしれないと、最後のチャンスかもしれないと思います。なるほど。この間あの石破さんに面会した時この話言いました、うん、なんてどんなご様子でまああの一つ一つについて答えないんですけど、うん、先生の言うことも、うんうん、聞きながらやりますとは言ってましたけどね、うん、今西岡さんがおっしゃったような拉致被害者が帰ってくる最後のチャンスって言葉、すごく重みのある言葉ですよね。やっぱりこうした大統領選挙というものは、まあね、しかし米国の、ね、大統領次第で日本の、ね、国民がさらわれて主権侵害になってるのを日本国独自で、ね、やれないっていうのもまた本当に情けない話ですね、うん、そうです。これが現状なんでしょう本当に。まあでもトランプが政権ができたら、うん、その中枢と一番あのラインがあるのは島田洋一ですからね、はいはい、その島田が国会議員になって、そうですね、その島田さんとも連携しながら最後のチャンス生かしたいと思います。そうですよね。本当に引き続き拉致被害者が早く日本に帰ってこれるようにですね、西岡さんこれからもよろしくお願いいたします。